マジかよ、海の中から信じられないものが現れましたよ。どうも、シュンズ TV です。前回に引き続きこちらのメンバーでディズニーオフィシャルホテルのグランド日光東京ベイ舞浜ホテルに来ました。みんなでディズニーの心探しましょうね。ちょっとさ、モアナってすごく可愛いよね。そうなんです、前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、ココちゃんが海に溺れそうになったところをモアナは助けてくれました。そしてモアナは困っているんです。テフィティの心がなくなってしまったから、それを探し歩いていると。なので今から私とモアナとココちゃんとドクターステンチーとステンチーで海沿いを探しに行きたいと思います。モアナは海に選ばれた女性でございます。きっとテフィティの心も海沿いのどこかにあると思いますので、じゃあ早速今から外に行きましょう。私はここに待ってるから、みんな気をつけて行ってきてね。神様。早速海沿いを散歩しながら探しているんですけども、テフィティの心っていうものがないとモアナは本当に困ってしまうと言っていました。それだけ大事なものなんですね。一刻も早く見つけてあげないとね。わーん。いや、それにしても海に選ばれたこのモアナと一緒に海を眺めるだけで本当に最高ですよね。いやー、ずーっとこうやって眺めていたくなりますよね。って、あれ?ちょっと待ってくださいよ。なんかすごい大きいものが羽ばたいてませんか?あれは巨大なワシなんですかね?鷹なんですかね?いや、ちょっと鳥の種類詳しくないですけども、皆さん見えますか?突然現れましたよ。あの鷹は一体何なんですか?ちょっと急に現れたって、もしかしてあれは誰かが変身してるってこと?鷹に変身できるやつがいるんですか?それになんかこっちに近づいてきてるように見えますね。やばい、もしかしたらココちゃんが狙われてしまうかもしれませんよ。ココちゃんは絶対に守りたいと思いますので、ちょっとココちゃん、気をつけてね。いや、ちょっと皆さん今見ましたか？空飛んでたのはあれ一体何だったんですか？めっちゃびっくりしたんですけども。シュンさん、ココちゃんの方を見てください。後ろから何かに襲われそうになっています。すぐに助けましょう。やばい、ドクターステンチの言う通りです。ちょっとココちゃん大丈夫から、ちょっと映したいと思います。ココちゃんこっち来て、後ろ危ないよ。何がいるの？いや、後ろにね、すごい怖い顔。あれちょっと待ってください。なんか形が変わったな。さっきはもっと怖い顔だったんだけど、ちょっとココちゃん離れて。ちょっとさっきから何言ってんの？いや、待って、なんか最初は鷹のように空を飛んでましたけども、そして怖い顔から急にかっこいい男の人になりましたよ。この人は一体何なんですか？筋肉ムキムキで。なんと、これはマウイというそうだ。マウイ?モアナの仲間だから心配ないと言っている。そしてマウイは特別な釣り針によって自由自在に姿を変えることができる。そうなの？そしてその釣り針は今自分のネックレスの一部にしたから、いつどんな時でも自由自在に姿を変えられるそうだ。マジかよ、マウイ。感謝をするんだ、人間ども。 You're welcome。 しゃべった。なんで感謝をしなくちゃいけないんですか、あなたに。テフティの心がまた盗まれた。俺が全力で探してやる。それが人間のためだ。 You're welcome。 そうか、マウイも一緒にテフティの心探しましょうね。びっくりしましたよ。まさかのマウイという男の人も現れました。どんなものにも変身ができるってすごいですね。とりあえず部屋に連れて行きましょう。セレモニーさんにも紹介したいのでね。なんかマウイの体にいっぱい落書きがあるよ。タウロークしてね。いやー、部屋まで戻ってきましたけども、びっくりしましたよ。この方はマウイというみたいですね。それに何でも変身ができるって、ものすごいパワーでございますね。実際その変身のシーンを見てみたいものです。そうですよね。確かにマウイ、実際変身するところ見せてくださいよ。ココちゃんも、そしてセレモニーさんもきっと見たいと思いますので。そうだよ、なんか疑っちゃってるもん。そうね、マウイっていう人に変身して見てもらいたいわ。ちょっとさ、やってみて。そうですよ、マウイ、目の前で今から変身してください。人間は俺に憧れてるんだ。おお、ちょっと待って、これがマウイの変身ってこと？そうさ、
俺はマウイ、どんなものにでも変身できるぜ。すごいよマウイ。あ、わかった。じゃあバズは、バズにも変身してみて。わわ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 わ、ほんとだ。すごすぎるよ。何にでも変身ができるんですねマウイは。なんと驚いた、すごい技だな。俺は人間たちに憧れられてる。何にでも変身できるぜ。じゃあわかった。ロッツォ、ピンクのクマのロッツォにも変身してみてよ。おー、すごすぎる。本物のロッツォにしか見えませんよ。ちょっとさ、怖くなってきちゃった。すごい技だね。あら、ほんとね、見た目そのまんまロッツォじゃないの。いやー、そうですよね、もうロッツォにしか見えないマウイの変身能力は本当でございましたね。だから言っただろ人間ども、俺は何にでも変身できるぜ。いやー、こんな素晴らしいマウイがいたらすぐにテフィティの心も見つかると思いますよ。なのでみんなで引き続き協力してテフィティの心を探しましょう。皆さん、何でも変身ができるマウイも一緒にいればきっとロッツォからの攻撃にも耐えられると思います。ロッツォはいつもシュンズ TV を狙ってきますからね。それにテフィティの心も早く見つけてモアナたちを安心させてあげたいですね。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。バイバイみんな、また見てね。人間ども、俺に感謝をしろ。 You're welcome。この体に刻まれているのは俺の輝かしい歴史さ。人間たちを俺は救った、そして英雄になったのだ。 You're welcome。 トイストーリーホテルのオープンが待ちきれません。どうもセレモニーです。いや、もう少しでですね、トイストーリーホテルが始まるということで、あのシュンズ TV のですね、おもちゃたちもみんな待ち遠しいって思ってるんですよ。セレモニーさんに質問します。好きな映画は何ですか？いろいろ大変ですけど頑張ってください。 ありがとうございます。ぜひね、あのユキコさんも頑張ってください。いろいろと大変ですけどね。好きな映画、私実はですね、本当に映画ってあんまり見ないんですけども、ドラマの方が多いですかね。まあでも映画もドラマも共通して、なんかこう恋愛ものが好きですかね。こうキュンキュンするのがいいですね。セレモニーさんに提案です。昨日の夜に地震がありましたので、今度おもちゃと避難訓練をやってみてください。あー、地震で本当ありますよね最近よく。皆様もあの気をつけてくださいね。あのシュンさんが過去の動画で避難訓練をやっていましたけども、よかったらそれも見てくださいね。セレモニーさんに質問です。最近見ていないんですが、ロッツォはまだ敵ですか？そうですね、最近ロッツォがパッと現れることが少なくなりましたね。でも相変わらず最後の質問コーナーには入ってきてるみたいですけども、でもロッツォは未だにシュンズ TV を潰そうとしているみたいですよ。今回モアナとかマウイっていうのはロッツォの仲間じゃないんですよね。私ちょっと詳しくないんですけども、これを見てる子供の皆さん、幼稚園、保育園、小学校、本当にお疲れ様です。大人の皆さん、家事、育児、お仕事、本当にお疲れ様です。よかったらチャンネル登録と高評価もお願いします。また見てくださいね。バイバーイ。